きまで激ハジのなんかあるやってたから皆さん酔っ払った。やっはー、ショールームって漏れる日と漏れない日の差が激しい。つけたの反対っていうね。このパーカーはあれです、トラバス東京のものです。かわいいよね、いちご。なんか今日配信限定公演だったんですけど、それのリハの時からあの配信なんかカメラのなんか客席のところになんかモニターを2つ置いてくださってて、まあ、リハの時から、ね、カメラの映り方とかチェックするために置いてくださってて、それでそれに映った自分のあの服の柄がなんかすごい毒々しいなって思いながら見てた。ねえ、ドローンすごかったね、本当に。なんか緊張感がちょっと違った。楽しかったね。楽しかったですね。まあでも無観客は結構ね心細いけど、なんだっけ、無観客だからこそできるよ、ドローンとか。最近アイメイクですね。そう、ちょっと薄めた。今年手をつなぎながら声が見たいです。うわ、急ですね。私も手をつなぎながら声が見たいです。見たいし、したいです。かわいい、お疲れ様。ドローン面白そうね、ほんとに。どうしよう、正直さ、さっき劇場のなんかそのミーティングみたいなのが始まる前にめちゃくちゃ眠ったくて、ああどうしよう、もうこのまま寝てしまおうかなって思ったタイミングでミーティングが始まっちゃったから、なんか結構中途半端な気持ち今。そう、なんかズームに映った画面見て、あ、今日はいけるって思って、それであのショールーム始めたんですけど、成人式の振り袖めっちゃ似合って可愛かった。やったー、あれにしてよかった。あれ本当に可愛いよね、エリーちゃんのブランケット、ブランケット。僕のダンス忘れてませんか。あー、どうだ、多分立ち位置とかは完全にやばい。ダンスもなんだっけって多分真っ白になると思う、いざ踊り始めた。怖い怖い。でも早く始まってほしいな、本当に。しばらくは無理なんだろうな。
なんかレンタルがあったらそれでそれが良かったんだけど、なんかなかったから、でしかもそこの私絵になるっていうところのなんか置物屋さんなんですけど、絵になるさんが企画してる撮影会みたいなのがあって、なんか成人の記念にみたいな撮影、前撮りか、前撮りっていうのか、そういうのもあったんだけど、で私それに申し込んでなんか当選してたんだけど、なんかその申し込んでた日程がちょうどこけらの人かぶって、劇場のこけら落としの人かぶって、あこれはダメだなって思って、その前後の日とかも結構厳しそうだったから、いやこれはもう買おうっていうことになって、ママにダメって言ったらいいよって言ってくれて、ありがたき。ちなみにあのタペストリーも買ったって言ってたもん。でパパンがおばあちゃん家持ってくからって言って2個買ってた。面白い。お宅かな？それな。まあでもあれだし、あのね、あのマンジュシャゲの置物の柄だからいいのかなと思いつつ、いつかあいちゃんに娘ができたら着せてあげないとね。そうだね、なんか着たいって言うのかな子供は、あの柄なんか私と同じような感性になるとは限らないから。でもあんまり子供を産みたくないんだよね。人のあのね、なんか人生をなんかね、人間を育てられる自信がないのよ。自我のある生き物を育てられない。多分私だ。まあいとこちゃんとかも期待っていうのは。そっちでもいいのかなって思って。遺伝する感性、まあでもまあどっちもパパンともママンとも感性合わないんだよね。私多分一族の変異種っていうの、変異種だと思ってるから。今の服はイチゴでーす。イチゴがめった刺しになってかわいそうなイチゴって誰かに言われた。代わりに育てます。やば、怖っ。ティモコ様似合うやろうな。あの子はなんか白っぽいやつ着てたけど可愛かった。あの着物は北関さんは発展化したいです。いいね。私多分後踊りになるのかな。もう前撮りはしてないけどあれだけど、後踊りでね、多分もう一回あれ着ると思うから、いつかいつになることやら。割とあれだよね、なんか着物、お着物ってさ結構着付けとかがしんどいから、なかなかなんか腰が重いというか、なんというか、普通に洋服とかそういうコスプレとかの撮影だったらさ、もう自分でパパッと着てさ、まあ、メイクはめんどくさいけどパパッとやっていけるけど、着物ってなると着付けのあれからしないといけないから、ふぅーって感じ。髪型はどうやって決めたの？髪型は私はポニーって決めてたからなーっていう。あ、そう、ちょうどね、あるの今、あれが、日本が近くに、こう、
これ実際につけてたやつなんだけど、めちゃくちゃ可愛くない？もうほどきたくなくてもずっとこの状態だもんね。これも自分で用意したんですけど、どうやってつけてたっけね。あ、こっちか。これだ。こうだこうだ。こうやってつけてた。そう、これ本当は結構長めのリボンで、あのここにくくりつけて、キュッて リボンをこうやって真ん中から垂らしてるっていうあのイメージだったんだけど、思ったよりリボンが分厚くてなんか。キモってなったから、めっちゃその日のメイクさんが一生懸命試行錯誤して、なんかやっぱ私がこだわり強いから、え、それはちょっと他のないですかとか言いながら、めっちゃいろんなね試行錯誤でこう結局こういう形にしてくれて嬉しかった。そう、これ柄あるよ。こっちも、こっちは赤地に黒のまんじゅう仕上げなんです。目隠し。かわいいよね。これはいつかインスタに載せようって思って、そうインスタにもね、あのお着物の写真載せたいって思ったんだけど、載せたいって思ってもう結局1週間ぐらい経っちゃった。ああ。反転合わせ、さすがセンスフルだよね、バレながら。あいよい。そう、タイミング逃しちゃった。どうしよう、ほんま。よいしょ。ネイルはもうちょうど昨日撮っちゃったんだけど、昨日はあれだった、昨日まで黒だったんだけど、おとといね、ここだけ指爪が取れちゃってさ、あの黒のジェルしてたネイルが取れちゃって、もういいやって思って、なんか私ネイルが伸びかけてる状態とか1個かけてる状態っていうのは死ぬほど気持ち悪いから、すぐ取っちゃった。まだ1週間しか経ってないのに、もったいないけどね。今度はどんなネイルしたい？でもネイル飽きちゃった。早い、飽きるのが早い。が透明のチュルンチュルンのやつでもいいのかなって思いつつ。楽しかったね、成人式の日は。成人式の日マジで脚本の締め切りの日だったから、なんかマジでスケジュールミスって思いながら成人式ちょっと気が気じゃなかった。なんだろうね、かわいそうな日だった本当に。成人式なのにさ、ずっと脚本に切り取られて、世界一かわいそうな成人だった自信がある。楽しかったからいいけど。いろんなネイルしすぎてちょっと飽きちゃった。高いしね、なんか地味に一回一回お値段が張るのよ。聞いてくるね、いってらっしゃい。うざい。なんか今日こっちの左目のコンタクトつけた時からずっとゴロ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 してる。メール来た。わー。最近さ、物欲っていうの、物欲がやばくて、あのなんて言うんだろう、なんか本当にマジで自分で言うけど。ごめん、本当にもう自分で言っちゃうってなんか
あやんって感じかもしんないけど、私マジで脚本頑張ってるからもうそれの、あ、ご褒美買わなきゃ、ご褒美買わなきゃって言って、もう死ぬほどお金使ってるから今本当にやばくて、どうしよう、もうなんかあれ、ほどほどがいいね、なんか頑張るのは。なんかこんなになんだろう、長期的じゃないけど、ね、結構、まあ、割と2週間とか長めの期間頑張ってると、もう毎日しんどくて、あもう絶対あれをご褒美にする、これをご褒美にする、 あれもそれもこれもってなっちゃって、あーってなっちゃって、すごい時間も結構厳しめだったけど、財布もちょっと厳しいっていうね。なんか私はそういうのは良くないわそれなりの頻度だったけど、セルフじゃん、セルフじゃないよ、自分でできないもん。だからそうなんだよ、しかも最近お金遣いが本当に荒くて、正せばっていう感じだったかななんて思ったり。私さ、ショールーム始める前にインスタ載せようと思ってたら忘れてたんだな、ストーリーだけど。で、ちょっと待ってね。一瞬コメントオフにしてもろて。部屋切ったね、部屋が切らないんだ。たっぷりお野菜、違う、そういうフィルターなの、そういうフィルターなんです、燃えてるフィルターなんです、燃やしてないもん。楽しみ。ちらっと見えてる部屋が汚すぎて、消し消し。遊びに来たよってさっき言ったっけ。スマホケース可愛くない？
そう、お気に入りのパーカー。最近話し方が気持ち悪い。1月ちょっとよくわかんないわ。あさって誕生日でお祝いしてほしいの。おめでとう。誕生日はあれだね、めでたいね。脚本家のお部屋散らかってそうなイメージ。そうそうなの。いやそうなの、脚本に追われすぎて家事が何もできないの。だから散らかるの、だから散らかるの。いやもう分かったわ本当に。なんかそういう、まあ、そりゃそうだわなって感じ。この間さ公開、あ何の話って感じだよね。公開って言われても、あの銀魂の映画、私が好きな銀魂の、あの銀魂っていうね、あの作品があるんですけど、まあ、漫画原作とアニメと映画とで、それの一番最終章の映画がこの間1月の8日に公開されまして、で私その日に行ったんですね。で行ったんですけど、で私事前にあれを前売りチケットをあの6枚ほど購入していまして、6枚ほど購入した前売りチケットを使わずに普通にあのその場で買っちゃって買って見に行ったんだけど、ねそう買って見に行ったのはいいんですけど、まあまあそれは別にいいんですよ、それはいいんですけど、まあ前売りがねまだ6枚家に残った状態で、まあ、あと6回も見に行けるって思いながら、でそれでそしたらなんか先週くらいになんかピンポーンってなって、えなんだろうって思ったら、思って出たら郵便が来てて、でその郵便を受け取って開封したところ、なんかそのギリギリになんか買った特典付きのマイルチケットがもう1枚届きまして、あの計7枚になっちゃって、全然覚えてなかったんだよ。その特典が欲しいがためにマイルチケットを一緒に買って、買ったゆえにまだ7枚残ってて、結構どうしようっていうの、今ねこうやってあのねこんな感じに自粛になっちゃって、だからあどうしよう、どんどん見る機会がって思いながら、次はいつ行けるのかななんて思ったりしているっていう最近の話でした。そうご褒美になんかちゃんとご褒美にその前売りチケットを使って、よし見にちゃんと見に行こうって思っていたところ、こんな感じになっちゃったので、ちょっとどうしようかななんて思ったり。転売なんかするわけないでしょうが、私が全部きっちり見に行くよ、きっちり見に行くから私チームピンクで行かないよ、全部私が行くから、通い止めるから。そう7人で行っても私1人で行っても動員数変わんないんで、動員数のあの合計はだって、あれチケットの枚数ってあれで転売されてないですよね。なんだっけ、あそうだそうだ、インスタに載せたのに忘れてた、これだ、ででーん、りなちゃんから、よいしょ、りなちゃんからもらったタンプレー、イエーイ。ショールームビリビリいってんね、あれこれかな、後ろにヒーターつけてんだよね寒くて、暖房つけてるのにまあ寒い寒い。じゃん、燃やされてたやつ嬉しい私も実はりなちゃんにタンプレあげて、それで何が欲しいって聞かれて、これが欲しいって言うて、何だと思うプレゼント届いてますか。そう実はでもこれ一回開けたんだよねあの成人式の日にもらったあの渡してくれて、その時にもう我慢できなくてわーって一回開けたんですけど、それ以来ずっと家に持って帰ってからずっと置いてたんですけど、開けるのなんかもったいなくて、でも今回は開けてみたいと思います。この
高級そうな黒塗りの箱、うん、じゃららら、じゃじゃーん、開けます。あー、なんか落ちてきた。りなちゃんからの愛のあるメッセージをもらいました。見せません。クリナちゃんって書いてある愛のこもったメッセージです。じゃん、開けたらこんな感じだった。すごい、この高級そうな箱、私絶対捨てらんない。こんな高い箱、高い箱とか、こんなしっかりした箱なんかに使おう。だから家が散らかって物が溜まってくんだよあ、周上村なんでね、周上村って書いてあるんですよ。開けます。ここをさ、ピリピリ、あ、でもここ一回やってんのか、一回開けちゃってるから別に。そうだな、むふ、むふ、開けたら入ってた、これあれ入ってた、今のところ高級化してる。これはあれですね、シュウエムラのサンプルですね。ファンデーションとベースのあのサンプル、そう、コスメ屋さんってあのサンプル、こういう風にサンプルでくれるんですよ。だからこのサンプルがどんどん溜まっていくんだよねなんか普通に失敗するのが怖くて、結局いつも使ってるメイク道具使っちゃうから、サンプルはどんどん溜まっていくっていうだって一回使ってもぶっちゃけわかんないじゃん、その日のなんかね、あの肌のコンディションが悪くて、ただ単にこれが合わないとかじゃなくて、その日の自分のコンディションのせいでなんかこれが合わなかったのかなっていう時もあるかもしれないって思って、私はなかなか使えない。どん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 溜まってく。サンプルが2つ入ってましたっていうメインですね。はい、メインはじゃじゃん、合う会長。ああ、わしゃ、なんだと思う、これわかる、これね、リップなんですよ。なんかちょうど1月1日とかに発売されたあのリップなんですけど、なんか本当に欲しくって、でも自分で買うのはなって思ってたところ聞かれたので、あ、え、じゃあこれがいいって言って、あ、開けますね、普通に開けちゃった普通に開けたっていう。じゃん、可愛くない？あ、なんかこれ映っちゃうかな、めちゃくちゃ可愛くない？そう、ケースでかいんよ。過剰包装とかやめなさい、気持ちが大事だから。可愛い、ふふふ、微笑みかわして。まあそうなんや、サイズ感がね、サイズ感はそんなもんだから、プレゼントってそんなもんじゃない微笑みかわして。リップより前の箱が高級っていうのは分解するっていうっていう感じで、私が本当に心から欲しかったリップをクリナちゃんはプレゼントしてくれました。気持ちも大事だけどね、まあ、物も大事だよねこれ映っちゃうからちょっと嫌だな、ショールームで映すのはあんまり。じゃ、かわいい、え、かわいすぎ、リップ、嬉しい嬉しい。1年にサイン入れてください。いや、1個しかもらってないんです、私この1個しか持ってないんですよ。せっかくなし、塗っちゃおう。その辺にあったウェットスティッシュ、何拭いたか覚えてない、おそらくただ開けて置いてただけ。そう、ファンの方々はね、メイクとメイク系とかコスメ系とかはプレゼントできないんですけど、お洋服とかならできるんで、私随時いつでも待ってるんで
最低。そう、私ちゃんとちゃっかりブラウンがいいって色もおねだりしたんですけど、どない？どないよ。なんか結構今日のあれに合ってるね、毒々しい感じで嬉しい。いっぱい使おうしかもこれ私が欲しいって言った理由が、まあ、こう普通にただ単に色も可愛いってあったし、新作っていうのもあったけど、あのこれのねあれがなんかとある界隈で私の推しの概念リップだって言われてて、それでちょっと欲しいなって思ったからこれにしましたこれは完全に概念じゃんってめっちゃ話題になってたんで嬉しいですね。なんかあとさ、めっちゃさ、私聞いて、私さ昨日一昨日ぐらいからさ、なんかここの唇の下に、あんまり唇の下でちょっとめくれてるペラってなってるとこだから、あの隠れてあんまり見えないんだけど、なんか見たことない規模のヘルペスができちゃって、え、なんだこれって思って、なんかプツ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 って4つぐらいなんか連なってて、え、いったみたいなめっちゃ おとといぐらい脚本の修正しながら、え、なんかめちゃくちゃ入れたいんだけどないって思ってバッて見たらなんかできてて、はぁはぁはぁってなっちゃって、なんか薬を塗って、まあ、コロナ期は入れてるんですけど、めちゃくちゃ痛くて、その発覚した日はもうずっとあのあれしてた、あのティッシュ濡らしてずっと口にこうやってこうやって打ってたっていうん概念病かなそう、私すぐあれしちゃうんだよね、なんか推しの概念ネイルとか、まあ、概念が好き、なんか分かる人には分かるかなみたいな絶妙なアンボアイのやつが好き。ごめん、ちょっとやっぱ寒いからヒーターつけるわ一緒本当はこれ治ってからリップビヨンってつけようって思ったけど我慢できないんでつけちゃった。かわいい。ヘルペス痛いよね、なんか地味にさズンズンって痛い、熱いし、なんか痛いし、うん、嫌よ私は。いけるリナから燃やすなって言ってそう、見たことない規模のあのヘルペスが唇にできてたって話でしたなんの話しよっか、なんかさっきからしょうもない話しかしてない。LINE の返信をすな。大丈夫、あの仕事のあれなんでまあまあ仕事の連絡返してるだけなんで、私忙しいからうざくない、忙しいから。じゃんじゃんじゃん、家近くで自分待っていたが、ちゃかちゃか、悲しいなぁ、いつあれなんだろうねいつあれするんだろう、端にしかできないと思う。え、結構私ど真ん中にめっちゃできるよヘルペス、なんかこの辺とかめっちゃできる、痛い
痛い本当に。ベルに突っ込まれてたね。そう、私あの時期も毎日迫害されながら生きてたから、やめてください、書いてますからって言いながら書いてた。書いてたんだけどどうしようもできないよね。ね、ドローン操作してみたいね。楽しそう。でも2秒で壊しそう。私でも下にできたことないかも。まあいいよね。なんかでもやっぱ忙しいとあんまり病む暇がないっていうか、まあ、仕事のことで焦ってちょっとどうしようどうしようってなんか結構暗い気持ちにはなるけど、なんかしょうもないことを考えて病む暇がないから、それはそれでいいなって思った。食生活はもうね乱れとるんよ。でも部屋を、これマジで言いたかったんだけどさ、さっきコメントで若干流れてたけど、あの脚本やる前普通に綺麗だったから、片付けしてたから。でもだって今もうリビングとかに床とかにもう服がブワッ、畳んでない服がブワッってもうえげつないぞ。最近そうだな、なんだろうな、しかもまだ目の前にあの着物が干してあるんだよね。序盤、長序盤干してて、それもちゃんと畳んで直さなきゃ。最近なんだろうな、あ、ダーツがしたいって思った思った以上、ダーツがしたいのと、うーん、家にある段ボールを全部捨てたいのと、うん、ぐらいかな。Amazonの箱で家がやばいです。捨ててください。ダンボールね、なんか前の担任の先生の話なんだけど、そのダンボールを部室に放置してたらしくって、なんかしばらく経った、ダンボールを放置してしばらく経ってそのダンボールどかしたら G が2匹出てきたらしくって、なんかそれ以来ダンボールを早く捨てるようにしようっていう話を聞いて、結構それがトラウマで、段ボールは割とすぐ捨てるようにしてたんだけど、本当に最近暇なくて、まとめる暇もなくて、段ボール捨てる暇もなかったから、今度こそちゃんと、今こそ私ちなみに明日オフだから、明日こそ段ボールを捨てたい。暖かいからな。まあそう、暖かいからかな。確かに暗いし、なんか結構栄養分高そうだしね、ダンボールって。私食べたことないけど、うん、あ、そうそうそう、隙間に卵産むって言ったから、言ってたから、まあ、確かに、まあ、家はまあ綺麗な方、新しい方だけどね、そのね、届いたものをさ、もともと置いてた倉庫の中で産みつけられたものを運ばれてきて来られてたらって考えるとちょっとゾッとしちゃうから、もう2秒で捨てよ、すぐ捨てよ。いや本当にさ、私含めて我が家ポンコツしかいないから、もう親はもう親に、例えば虫が出てきたら親はもう、そう、私はもう普通にもう見た通り触れないのよ。もう虫無理っていう、もう潰すのも無理だし、触るのも、もう見るのもちょっとあんまり嫌かなっていうあれなんや。で弟みんは
弟はなんか普通に無理みたいな弟も地味にヘタレっていう、そっちに関してはヘタレで、嫌だ自分でやりなよみたいな自分の部屋にいたんか、自分出たんだから自分で退治しないよって言われて、うんって思って親に言ったら、え、殺傷っていうの、あれ殺傷って言うんだっけ、あれ殺傷っていうの、あの生き物を殺すって殺傷行為って言うよね殺傷じゃないか、なんだっけ、殺生か、そうだ殺生だ、そうさっきちょうどアニメで見てたのにその単語出てきたのに全然思い浮かばない、そう殺生はダメって言って、親絶対あの退治してくんないのって、ってなるともう遭遇しないのが一番だなって思って、もその原因をできるだけ立っていくっていう、もう嫌よ本当に本当に動物愛護ファミリーだから、私のお家来た方がいいよって言いたいところだけど来ないですし、私カモも殺せないもんだって、腕に止まってるの見たらもう待ってるもん、どっか行くの、それかふーって息吹きかけちゃう、もう本当に無理なの確かにスプレーっていう手がありますね。え、でもそしたらその後遺体処理しないとダメじゃん、やだやだ無理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 、絶対無理絶対無理、もう頼むから出ないのし、もうマジでさ私の寿命5年分ぐらいあの渡すから、もう一生虫と遭遇しないような体にしてほしいもう全然あくまでも何でも契約する、それだったらうん、5年は少ないか、でもな私他の何十年もうちょっと違うものと引き換えたいんだよね、引き換える前提やっぱ物事の価値観って違う、虫ぐらいいいやん、その精神力私も欲しいんだが熊と契約で明日命なくなります、まあ確かにね、私があと5年も生きられるって保証どこにもないからね、5年明け渡すって言ってるけど寿命それでね、もしかしたら寿命の先払いで顔面老けさせられるかもしれないしね、怖い起きちゃん虫食ってたらやば強すぎん、そういう企画だよね、あれだよプライベートじゃないよね虫の缶詰とかやばいでしょ、そっと気絶するんだ、すげえなあ、いちご食べたい、去年のこの時期めっちゃいちごチョコ作ってた気がする、いちごチョコを作りまくってた、大量生産してた、無理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 、カタツムリ、そうですね、私結婚する人の条件に虫が平気な人って書こうそういう機会があったら、うん確かに大事だな、虫があるのは、弟なんて
手にならん言うてるやん、もうへたれないよ。俺はクリアしてるぞ、頼もしいですね。確かにね、17になったら結婚できるね。私結婚したくないけどね。結婚願望あるの？みんな。もしかしたらもう既婚の方もいるかもしれないけど。カブトムシも触れない。私普通に前カブトムシの幼虫とかめっちゃ普通に触ってたのマジで信じらんないんだけど。めっちゃ気ある。へえ、もう失うな。婚活してるし特にない。おほう、10人十色ですね。みゆんちゃん大人だって人もいるし、全くないっていう人。ここも人生の墓場。うわ、間違いない。本当にそう。うん。よく分かってないけど、なんとなく雰囲気は伝わるよね。あ、でも別居でいいなら考えるかな。結局それかーい。別居で。家賃出してくれるなら結婚してもいいかなっていう。こんな女誰も引き取ってくれんわ。まあ、引き取るっていうあれが間違ってるのよ。そもそも私の人生だから引き取るも何もないよね。せめて別室。本当に養ってほしい。子供はいらね。猫がいいよ私。いや私猫と結婚したいな。猫と結婚して猫といっぱい暮らしたい。いっぱいの猫に囲まれて暮らしたい。もう猫なら私全然お世話するから。いや私やっぱ人間のお世話するより猫のお世話したいな。うん、解決しました。私もう猫と暮らします。そう、猫と暮らすための、猫のためのお家と、あとはそうだな、そんくらいかな。言葉はにゃーしか言えないぞ。話し相手はさ、でもぶっちゃけねえ、友達がいればよくないって思うけど。犬もいいんじゃない。確かに私大型犬と暮らしたい。大型犬と猫と暮らしたい。うわーいいね。うわーいい、私そんな人生歩みたい。ペットは可愛いだけど生活できないよ。分かってるよそんなこと。ちょっと分かってるから今あんまり軽率に手出せないよねっていう。猫ってなんで可愛いんだろう。よくツイッターででかい犬と猫が絡んでる動画流れてくるけど、めっちゃいいよね。そう、なんか大型犬が猫のあれ頭を毛づくろいっていうのかな、ペロペロして猫の頭がびっちゃびちゃになってる動画がめっちゃ可愛くて好き。
型の猫が描いてる。ライオン、それな。ペットショップで働けばいいし、ペットショップはあんまりいいかな。私だったらあれがいい。なんか保護施設じゃないけど保護猫カフェとかそういうのがいい。めちゃくちゃああ言えばこういうやつじゃん。だる。そうなの、ね、お別れはしなさい。そうだから今確か今はやってるのかな、やってる気がするんだけど、あの猫の映画があって、それもめっちゃ見に行きたいんだけどなって思いつつ、猫なー、猫や。もう旅行とかも行けなくていいから、私どこか暮らしたい。なんかうわすごい絶妙に嫌な感じの匂いがする。ずっと吸ってたら意識失いそう。ああ転がってちゃった。この箱を、この箱をパカッと閉めます。私が魔法をかけると、何の変哲もない箱にじゃーん、リップが出てきました。すごい。ね、アクセサリー入れになるよね多分。声優メンバーもでかいタペストリー、え、見てない。かわいい。めっちゃテレビでずっと銀玉流してるんだけど無音で、相互がかわいい。眠たい。そういえば私今日めっちゃ眠たかったんだ。くしゅくしゅ。じゃねえよ、それな。私はメイク落としてないし、シャワーもまだ入ってない。めんどくさい。シャワーとかメイク落としてなんでこのめんどくさいんだろう。歯磨きでしょ。あとヒーターを寝室に移動させて、うわー、世界一めんどくさいわ。金焼けでここまで起きて自分褒めて。褒めるけど寝て、それは寝て。マフラー使った、ありがとう、めっちゃ可愛かった。そう、シャワー浴びて眠気なくなる、間違いない、本当にそう。なんでだろうね、あれ何なんだろうね、本当に。やめてほしい。なんかしなきゃいけないこと全部終わらせて、よし今から寝れるぞってなった状態の時には眠気覚めてるの、本当に人生のバグだと思う。運命の赤いとつながってる先は誰かな。はいちゃんはお風呂入らないイメージ。確かに湯船にはあまり浸かりませんけれども。アクセサリーケース、あれめっちゃ可愛い。今日は寒いからあれに使ってもらう。今日寒かったよね、本当に。帰ってくるとき、やば、寒いって思った。この間のあったかい日は一体何だったんっていう。
薄いのが嫌だし、湯船使ってると、ね、最近めっちゃなんか痒くなるんだよね。痒くなって疲れるからいいやって思って、だったらさっさとシャワーで済ましてさっさと上がって保湿したろうって思って。確かにそういうことか。でも痒いのは嫌だよね。それでかえって肌荒れちゃうから難しいね。本当に保湿 100% のはずなのに。うん、そうじゃん。私皮膚科にも行きたいと思ったんだ。乾燥肌なんかな、なんか10月ぐらいから急にめっちゃ痒くなりだして、毎年こんなことなかったのにめっちゃ嫌だ。変化が嫌だな。体質の変化が嫌だ。どんどん変わっていくんかな。どんどん老いていく。ストレスかな。どうだろうね。何の話しよっか。眠たすぎて何も思い浮かばない。加湿器自体はずっと炊いてるんだな。1台2台体制でお送りしてるんですけど、加湿器の方は、まあ、足りないってことですかね。それでも毎日静電気ね。そう、楽屋のねドアがさ、もう必ずと言っていいほど毎回静電気が来るの。どうにかしてほしい。もう毎回なの、本当に毎回。もうその楽屋のドア、もう出る時も入る時もバシッって絶対なるの。どうにかしてもろてー、どうにかしてもろてー。もう布越しにもバチッってくるから、まあ困る困る。なんかみんな静電気やばいって言ってるから、多分みんななんだと思う。今日の MC でハッシュタグしそうも。あ、すいません、あくびが出てしまいました。あの質問しました、コーナーで。コーナーっていうか質問のあれでしましたよ。さあ皆さん、ハッシュタグ HKT に質問、ハッシュタグ HKT にリクエストだっけで、なんかどんどん Twitter でつぶやいてください。 MC 公演の MC でなんかそういう企画あるので、ぜひ。新しいドライヤーも欲しいって思ってたのに、なんか全部忙しくて忘れてたわ。こうラグを取り返すのに時間が必要なのに、なんかね、底辺だ底辺だ。ハッシュタグ HKT 質問、あ、それだわ。 HKT 質問それですわ。いいと思うよ全然。
原さんの質問しか思い浮かびません。でもチームピンクだからね、チームピンクだからあれじゃん、ドラさん2人いるし、もしオレンジかどこだっけ、パープルか、パープルと一緒だったらもうほぼほぼいることになるからいいのでは、良いのでは、良いのでは。やばい、めっちゃあくび出るわ。皆さん最近はどうお過ごしですか？変わらずですかね。変わらず過ごしていただけてるといいのですが、何事もなく。プリキュア、プリキュア、変わらず職場と自宅の往復よ。出張行きまくり、あらら、家でゴロゴロ、多種多様な近況。自炊の頻度が上がった、あら、いいじゃない。自炊か、自炊ね、ご飯、食パン、レンヌ、旅行はキャンセルした。あ、そうね、今のあれだったらね、そうだろうな。早く公園にね、来れるようになるといいけど。ぬん鍋やば、大丈夫そう。神のマニマニ、顎隠すだけめっちゃ顔がコンパクトに見えるね。それはそう。何時間？客席のメンバーからのメッセージはマジで感動したね。そうだから私もそれメッセージ書いてねってマネージャーさんから言われた時、あ、これは湧くわって思った。湧いてしまう。私は変化は特にないですね。まあ、強いて言うなら、あの、友達と乾杯できるようになったことぐらいかな。でも今の子ですね、なかなか厳しいんでね、まだあれなんですけど。まあ、永遠の17歳だからちょっとよくわかんないですけど。風呂入れよ、歯磨けよ、ちゃんと寝ろよ。で、最近みさきちさんに全然会えてなくてめちゃくちゃ寂しいよ。全然会えてないの。公演もあんまり被らないし、仕事とかでも会わないから寂しい。全然会えてない。私去年全然会えてないよ。なんか急になんか
すごい、あんなに仲良かった日々が嘘みたいなんだけど、悲しい、現実が悲しい、私は辛い、耐えられない。いるよね、こういう漫画のキャラ、ここにここに傷があるアニメキャラ。エミリーとは全然絡んでた、絡んだっけ。エミリーさんがミュンって言った気はしたんだよねミュンってヨカヨカ結構出てる。そうなんや、そうヨカヨカ結構出てる。意外とこれはあれですね、ジャボンディ諸島、ジャバンディ諸島かな、違うか。これか、日本ある、赤座じゃん。あとなんだろうな、顔に傷があるキャラ、何の話って感じじゃない何の話そうよかよかなんか、だって私年末年始どっちも締めの週と始まりの週どっちも出てるし、なんか割となんか リクエスト企画、リクエスト週メンバーにありがたいことに選んでいただくことがまあ多くいいですよね そうよかよかでの注目度高いスタッフさんが多分私のこと面白がってる、ありがてえよ。今度はねねさん、確かにねねさんとのよかよかまだもうないのかな、私もう一回2人でやりたいんだけどね、今やったらどんな感じになるんだろうちなみに今でもねねさんに絡みに行くと、近くの子にもうちゃんとドラさんだったらもう同期でちゃんとしつけしてって言うし、 T2 だったらちゃんと T2 でしつけしてくださいって言ってる。面白い、だから絡みたくなっちゃう。はぁトークが上手くないんですよ、人に絡みに行くのが苦手なんですよ。自分で淡々とこうやって喋ってるのは全然いいんだけど、ただ喋ってればいいんだから、なんかねコメントを返してって楽しいじゃん、それが。人と絡むってなると結構難しいよね、私なんかね難しい。ねねみはなんざらでもないからな、うっけぬぬ。そうなんや、私とさやかはね配信じゃ絶好調なの。今日ってさ、ビビちゃんと若菜だったんでしょ。
ているから、スマホケース、これはあのあれですね、森林の通販、ちょっとは通販サイト、森林ですね。世界的に有名なあの森林のです。アンドロイドのあれって本当にお店に置いてないからネットで買うしかないのよ。見つけた、可愛くないこれ、結構大人っぽくて好きなんだけど、密林か、密林でした。なんか森林ってただの森だね。見てこれ、アンドロイド用じゃないのに無理やりアンドロイドにかませて充電してんの、エリーちゃんかわいそうに。森ファンタジー、それは草越えて森越えて、なんだっけ、森ファンタジー。その写真さやかがめっちゃ使う、私もめっちゃ使う。見てエリーの真っ白い毛に、これなんだったっけ、あのティラミスか、ティラミスのココアの粉こぼしちゃってなんか汚れちゃった、洗濯しないとね。それもしないと。やっちまったな、やっちまったな。じゃーん、スイッチのリモコンです。なぜ今これを持ってきたのかというと、そこにあったからです。全然動物の森してないな、スプラトゥーンも全然やってない、なんだかんだ。めっちゃマリカーやってる、マリカーで全部1位で勝ち抜いた時のあれよ、もう気持ちの高ぶりすごいよ。やばい、見て、特典でついてきたクリアファイル、どうしよう、こんなにたくさんクリアファイル使うかな、開封したの1個だけっていうね、しかも。写していいのかな、ダメかな、あんま良くないか。これなんか、あ、そう、これはブランケット買った時にアニメイトで買ったんですけど、なんか銀魂キャンペーンやっててポストカードもらった。ちなみに推しはいなかった、まあ、に推しはいたんですけどね。あとなんだろうな、あ、これあれ特典、甘露寺さんかわいい。です。戻して。どうしようこれ。まだクリアファイルはね、正直使う時もあるから困らないけん、いいけど。あとなんだろうな。なんだろうなって、別にうちにある小物紹介する配信じゃないけど。一つは使ってる、あのもらった特典を入れるように使ってる、あと前売りチケット保存してるように入れてる。あ、あったあった、そう、欲しかった特典が、あの7枚目に届いた特典がこれなんだけど、映画の T シャツ。もう私 T シャツ買わないって決めたのにさ、もうまた買っちゃったよ。ほら、なんか歴代のアニメやってた時期とか、その映画とかのあれも全部書いてあって、めっちゃエモって思って買っちゃった。へえ、また T シャツが増えたよ。
もう T シャツ、あ、投げちゃったT シャツもう着れないのに、そんな着る機会ないのに、いっぱい T シャツ買っちゃって、どんどん T シャツ溜まっちゃって、捨てられないの、どんどん家が散らかっていくのまあっていうね感じなんですけれど、そう、最後だから仕方ないんだよ、仕方ないの、そうなの。じゃん、スケッチブック買った、スケッチブック、落書き帳、無印良品さんのデカめの落書き帳まあ、なんで買ったのかと言いますと、ちょっとテンションが上がっちゃって、ちょっと前に全然脚本終わんなかったのに、その時期なんか私前にさ、あの鉄ナーのなんか中国語バージョンをやるみたいな、お、なんか歌うって言ってたんだけど、結局それ未だに何も準備してねえなって思って、とりあえずスケッチ、歌詞を書く用のスケッチブックだけ買ってきたっていう。そう、なんか映像を見てたらテンション上がっちゃって、あ、絶対やろうって気合が改めて入りまして買ってきました。まだ何も書き込んでない、床に置いてるのない、メガネ落ちてんだけど、あ、こんなところにあったんだ、あリップが落ちた、やめてよ、大事な、大事にしますこれですね、あの最後に届いたやつです。これどうやって使うんだろう。そうだ、これさ、そう、聞いなかった、あの Google の皆さんに、 Google の皆さんとか言っちゃった、すぐ調べてくださる皆さんに聞きたいんですけれども、これって、あのちなみに私前売り券は全部あの博多の方の映画館で買ったんですけど、それって前売り券買ったところじゃないと見れないですか。他のシアターとかに行っても見れるのかな。て、待って、天神のさあれってやってるのかな、上映してるうん、前売り券買った店舗と別の場所で鑑賞、あ、見れるんだ、あ、そうなんだ、なんだなんだ、じゃあ私博多まで行かなくていいんじゃん、まあ、そもそも天神でやってるのかも知らないけどさ、天神ってなんだっけ、東宝シネマズ、ちょっと待って、東宝シネマズの東宝のうとかを打つの忘れて、東宝シネマズって出てきちゃって、すごい不穏な単語じゃん、やめなよ、東宝シネマズ、天神なんか博多って行かなくない、ぶっちゃけなんだろうね、なんか絶妙なめんどくささ、まあ、天神で全部済んじゃうからね、あーやってないじゃん、どっちにしろ博多まで行かなきゃいけない天神バイバイ銀さん、悲しい、やだ、バイバイしないで、まだ行かないでよ終わり方が銀魂らしくて好きだった、めっちゃ途中めっちゃ胸が苦しくなったけど、いいね、大団円で、そう、東京の人が東京駅行かないのと一緒、東京の人って東京駅行かないんだ、そうなの、確かに地元にあったら別に見に行かないわな、そういう綺麗イルミネーションとか、いや行きますっていける面白い今の、いや行きます、
東京駅遊ぶとこないじゃん。そうなの？遊ぶとこないんだ東京駅って。うわ、遊ぶとこ、私グリーンランド行きたいな。ジェットコースターに乗りたいの。ジェットコースターに乗りたいね。乗り回したいね。この角度めっちゃ可愛くない？今のキロン。この間さやかとドラえもん見てきた映画。ドラえもん見て、さやかって涙もろいからワンチャン泣きが見れるかな、ヒエ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 って思ってたら、なんか自分がそのドラえもん見ながら泣きそうになっちゃって、まあこらえたんだけど、結局あの終わった後にさやかに、え、あの泣いたって聞いた、いやちょっと途中寝ちゃっててみたいなこと言って、お疲れ様って言って、もう疲れてるもんねって言って、わかるわかる。絶叫系グリーンランド行くときグリーンランド、だからどういうことやねん。だったらグリーンランドに来い。最近大手町のホールとかよく行く。にゃんにゃんですか。いや、サイマルドライっていうわけじゃなくて、本当にただ疲れて寝ちゃってただけ。映画館って寝ちゃうよね。私も前映画館行った時寝ちゃってたもん。結構前になんかあの洋画かな、洋画見に行った時に友達と泊まりの後にその次の日に映画見て解散しようみたいな話だったんだけど、そのお泊まりっても当然ね、めっちゃ盛り上がっちゃうじゃん。そんなさ、友達とわーってさ、ご飯食べて普通になんかホラー映画とか見て、うわーってもう朝までもうどんちゃん騒ぎよ。そしたら普通にあの起きるの辛かったし、映画館で寝ちゃったしっていう、うちららしいよね言うて。予告で眠くなる。うん、そうそうそう、わかる。待って、だって私前めっちゃ疲れすぎて、確か私 4DX 行った時寝てたもん。うわうわうわ、思い出して、私 4DX で寝てたんだわ。やば、やばいやつじゃん。よくないよね。よくなくない、よくな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 い、よくな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 い。美咲ちゃんとジェットコースター乗って、え、美咲ちゃんはジェットコースター得意なんだっけ。寝台中公演眠くない。そんなこと言うな、こっちは踊ってんだ。やばいね、だってアイドルのステージ見て眠くなるってやばない？そう、 4DX もうそんくらい疲れてたのよ。本当に疲れてた日だったから、脚本もあり公演もありみたいな日だったから、そうそうそう、 4DX で寝てた。めちゃくちゃ面白かった。面白いなぁ。いつかこの話 MC でしよう。佐伯ちゃんジェットコースター平気。あら、じゃあ一緒に乗りたいわね。じゃグリーンランド行こう今度。そう。意識飛びそうに寝かけたことある。やめてくれ。分かる。たまに意識がガンってなる眠気あるよね。あれ嫌い。なんか前のミーティングの時に若干なってて、やばいやばい、頑張らなきゃ頑張らなきゃって思いながらずっと奮い立たせてた。グリーンランドは確か熊本じゃなかったっけ。しばらくは行けそうにないんですけどな。
貸し替えんじゃダメ。まあ確かにね、貸し替えの私ジェットコースター永遠に乗れる。あれなんか最初ちょっとヒャーってなるけど、だんだん楽しくなってくる。なんかもう車乗ってるみたいな感覚になってくる。一回確か学校かなんかの行事で貸し会行ったんだけど、その時めっちゃずっと同級生とクラスメイトと乗りました。もう一回行こうとか言って乗りました。 それ以降私もう一回行きたいなと思って、一人でもう一回行きたいと思って行ったんだけど、ずっとなんかなかなかね、朝起きれないし、起きた頃にはもう閉店じゃない、閉園時間になっちゃってるしみたいなのが続いて、全然結局行けずにこんな状況になっちまった。長島スパーランド、長島スパーランドってどこ？あれでしょ、長島スカっていうのがあるとこでしょ。そういう遊園地のハロウィンなんかすぎるんだよな、間違いない。貸し替えレベルなら行ける気がするけどね。他のなんかちょっと規模がデカめのやつとか、いけない。三重、中部地方、名古屋の左の方。なるほど、分からん。じゃあユニバとディズニーどっち派？うわー、どっち派だろう。ユニバかな。ユニバの方がアトラクション多いっていうか楽しいっていうか、ディズニーあんまりなんか行きたいっていうは言うけど、正直何があるかよく分かってないみたいとか、まあ、楽しいけどね、雰囲気はめっちゃわーってなるけど、夢見たいってなるけど、アトラクションはビッグサンダーマウンテンがある。どっちも行きたいよね、ぶっちゃけ。でもユニバかな、今は。ユニバに行きたいってずっと友達と言ってるのに全然行けない。うん、制服ユニバね、叶うことならしたかった。やばい、寝れるんだが。スペースワールドな、私行ったことなかったんだよね。行ってみたかった。ドラサンで制服にも制服、うわいいね、うわしたい、それ。ドラサンで制服にもめちゃくちゃいいじゃん。わわわ、銀玉を見るなんか普通に見入っちゃったわ。ちょうど猫の話してる。あ、めっちゃ唇の皮むけてて痛いよ、早く治ってほしい。皮がむけちゃう。制服ユニバめっちゃ勇気だよ。なんやだ、いいな。私ワンチャン探せばある気がするんだけどな、制服で。いや、ないわ、ユニバはないわ。いや、制服もないわ。制服もないわじゃない、
ディズニーもないはあると思ったんだけどなかった。ニューンニューン。そう、今水色アルタイルの稽古をしてるんですけど、稽古途中で抜けて、まあ強制じゃなかったからね、途中で抜けて今配信してますけど、やっぱり稽古見たい見たくなってきちゃったピリつきと微妙な痛さによる微妙な不快感の連鎖。どないやねん。私は全然分かんなかったけど、最近ではもうパパッと入れるようになった。見て、そうちゃん起きた。早く見に行きたいの気持ちを込めて。買いすぎじゃね？大丈夫？これ買い占めって叩かれない？唇の皮むけてめっちゃ気になる。すまんね。あ、これか。腕付け対応すべての劇場で、あ、ほんとだ。これは？全然わからんわ。でも全国圏だよな、多分これは。まあいいでしょう。ちょっとよくわかんないんで。触覚こっちだけ今長めなんだよね。こっちの方が長いし量が多いっていう。こっちだけさ、毛根歪んでてさ、すごいいびつな形で生えてくるんだよね。めっちゃそれが最近の悩み。あとここがめっちゃパクって割れる。それも最近の悩み。もう一生何かに悩まされる人生。良きかな、良きかな。あー、関さん明けましておめでとう。おめでとうございます。おめみゅんです。バイバイ。金さん、いやだな、まだバイバイしたくないな。つら。まあでもバイバイしたリアルタイムに立ち会えて私は幸せだよ。そう思うことにする。そう思うほかない。そうは思わないかい？
前売り券世代ってわかんないな。麦チケじゃないんだ。前は麦チケではなかったのか。なるほど。時代の移り変わりですね。切にもございます。タペストリー見てないよ。え、あれってどこで見れるの？実物見れるの？そういえば大学進学決まったの前の握手会になってご、あ、すごいじゃん。うわ、いいね。大学進学か、頑張ってね。すごいね、頑張ったんだね、受験。うん、なんかずっとここでペラペラしてる唇の皮があってやだ、気になる。木ポン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 。実物は見れないけど画像で、え、見てない見てない。見れるの？それも。さやか、もつ鍋ちゃんのアイコン。しかもこれ私と行ったとき。私と行った時のもつ鍋だ。大体もつ鍋行くメンズって決まってる、私の中で。私事の報告失礼しました。いえ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 、おめでたいおめでたい。すごい、気づけば3073人。ありがてえありがてえ。見れた、いいかもしれない。ちょっとなんて調べたら出てくるのか分かんなくて見れてないですね。あ、でもリンク送ってたから見るか。いや、見れない。あ、見れる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 。これか。え、見れない。どうやって見れるの？ショップ、オンラインショップでしょ。うん、あ、そう、っていうか、そうだから親が欲しいって言ったから買ってって言われて、自分で買えないなんて、ね、登録が分かんないから言って、私が登録した、私の普通に使ってるメールに HKT のグッズショップからメール来てたの。めっちゃじわじわ来た。え、見れないよ見れないよ。どこ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 。え、ショップで見れないよ。だってこれ緑のしか載ってないぞ。めっちゃ唇痛いわ。あー、ずっとハムハムしてたから、それは痛くなっちゃう。ま、いいでしょう。あれだし、どうせ成人式の日のお着物って分かってるから。ええでビビアンが紹介してたもちろん。マジ？どこだろうそれは。今年初夢がミュン、新年初夢がミュン。
やったー夢に出てくるとなんか好きが増すよね。ってことはすごい今増してるの感じるよ。役員大通りにあるサチってところ、サチコ幸せサチ、あ、私コップで出てくるタイプの自販機のリアルゴールドが飲みたい。あ、これか。あ、美味しそうだな。なるほどね、こういうお鍋なんだ。うん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 。あ、個室あるんだ。へえ、美味しそう。もつ鍋に目がね。紙コップでさ、駅とかにさ、なんか置いてある。どこで見かけたっけ、この間。天神かな、天神の駅、西鉄福岡天神駅っていうの、あれ、あそこのあれにあった紙コップで出てくるタイプの自販機あるじゃん、あるのよ。それがめっちゃ好き。それで飲むリアルゴールドがめっちゃ美味しくて好き。そうそうそう、紙コップのやつ。あ、そうそうそう、温泉とかプールによくある。そうそうそう、それだそれだ、そう、よくあるのよ。美味しくないあれ。リアルゴールドとなんか牛乳屋さんのコーヒーっていうやつを前ね。そう、氷なし、氷なしと氷あり、なんかどっちもなんか絶妙なんよね。まあなしだとちょっと物足りないし、ありにしてもなんか氷の量やばってなる。ウィーン。ネットカフェにあるっけ、そんなの。ねえ、ネットカフェ行かないな、行きたいな。漫画を読破したい。本当に二度寝してしまった。そう、牛乳屋さんのコーヒー好きよね、好きよねってか美味しいよね。久しぶりにこんなやった。氷ありの氷を持ってきた。空港、うわ、空港とか私多分1年ぐらい行ってないよ。やばやばいね、そんなことある。多分普通にアイドルとかじゃなくてもそんなこと絶対なかったと思うんだけど、何かしらで年に1回は飛行機乗ってた気がするんだけどな。そんなことあるんだ。だらけなんだやっぱり。大変だ大変だ。ちなみにさ、これは普通に質問なんですけど、新聞ってもうその日過ぎたら買えないよね、過去のやつって。新聞買っとけばよかったな。なんかこんなにデカデカと成人式の写真載ってると思わなくてさ。ピックアップしてくださってる。だからさ、ふーん。見てる。見えるかな。見えない。
ってるの。そう、裏一面だったらしくって、お取り寄せできる？本当？ネットでさ、あの西日本スポーツ新聞ね、取り寄せです。かゆかゆ、こんな感じ。どこなんだ、ちょっとよくわかんないな、なんだこれは。わいは手元に欲しいんじゃ。紙面掲載の写真購入、うん、ちょっと古川さんにお伝えしてもろて。いや本当にボンミスだわ、買っとけばよかった。もうそれどころじゃなかったんだもん。私も欲しいそれな。いや、もう余裕で有料でいいから欲しい。でリモコンあった、オープニングを飛ばします。保管分ならあるから保管分は取っといて、自分で取っといて、プレゼントで送ってくるから届くんかな、そういうのって。いやでも絶対それはみんなが保存用にしてるやつだから取っといてもろて。いたー、あー刺さった、痛い、いないよ。騒がしいやつめ。どうしよう、何の話しようかな。はい、お茶飲みます。遠近法、私ペットボトルと同じ顔の大きさなんです。なんとこちらのお茶お値段300円となっております。さらに今ならなんとラベル付き、うん、体すごい赤ちゃん、ダブル、そう、水色アルタイルチケット間もなく発売なので、あと何ですか、ちょっとよく覚えてないんですけど。
アテタイル、ぜひご覧ください。もうみんなでね、頑張って企画から何から、まあ、私の脚本もちろんそうだけど、演出も今メルさんとかが、ね、頑張ってくださってて、稽古とかも役者の方々もそうです、美術、衣装、音響とかもみんな先生と動いて頑張っておりますので、ぜひ。特典って何？特典って発表されました？もう発表されてないのは私からは何も言えないんですけれども。まあでもそれも込みでお楽しみにということで。電話じゃあ言えませんけど、お楽しみに。地震はあるのかな。え、あるかないかわからんね、わからんね、わからんけど、まあ面白いって思ってもらえたら嬉しいなーって感じ。もうとにかく私はめちゃくちゃ頑張って書き上げたので、いろいろ試行錯誤しながら、もう第一稿を出した時より全然面白くなってるなって自分で思うけど、結局皆さんが見るのは最終的に仕上がったやつだから、なんとも言えないよね。頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね、パー、大成功するといいね、ほんとに。出版もしてほしいとは、出版、とんこつラーメン食べたい、食べちゃい食べちゃい、うまかっちゃん、うまかっちゃん、にゃんちゃん、やっほーだって、やっほー。ジップの空の箱で振るな。豚麺の、うわー豚麺私、ペペロンチーノも好きだよ、その豚麺っていうか、あのちっちゃい駄菓子シリーズの四角、箱買いしたもん前、ダンボールでドーンって叩いて、ずっと家でなんか食べてた。またディズニー行ってきたよ、いいなーディズニー、めちゃくちゃ行くじゃんディズニー。脚本を出版する、買うかそれ、私に印税入ります。こんばんは、こんばんは、パ、出版されたら絶対買う、本当す、いいの。嬉しいんだけど、なんかそう言ってくれるのめっちゃ嬉しい。月一ディズニー強すぎ。それナンバー、何番、何がこの、これリップ。印税稼ぎの荒稼ぎ、間にマーキュリーいるか、印税は極小かと。
残念ながらね、パッケージはずっと取っとくわけにはいかないので、この後ちょっと商売しちゃうんですけど、リップは大切に使わせてもらいますということで。ヒョンちゃんとディズニー行きたいんだけど、私もディズニー行きたい。ヒョンちゃんのセンスとか関係も面白いと思う。センスと脚本はちょっと別だなって今回思い知った、まあ、それでも楽しみにということで。まあ結構あれかな、爽やかな感じだから、なんで想像しながら読むのも楽しい。そう、楽しい。あ、めっちゃ楽しいわ。